チームサブローサイクリングです。ロードバイクに乗っている皆さんの中でお子さんがいらっしゃる場合、ロードバイクやシクロクロスバイクを買ってあげたいなと考えたことがある方少なくないのではないでしょうか。でも普通のシティサイクルについているような付属品がないからどうしようかなとお悩みの方多いと思います。今回の動画はそんなお悩みをお持ちの方向けに少しでも参考になればと思い、小4、10歳の息子用に購入したシクロクロスバイクにいくつか付属品を取り付けてみたよという内容をお送りいたします。テールライトと鍵、そしてリアの泥除けの3点についてざっくりとした商品説明と装着方法についてご紹介いたします。まずテールライトです。ジャイアント製品として購入できるテールライトは実はすごい数があるんですよね。目的用途ごとにラインナップがありますが、今回は小さいフレームへの装着ということを考慮して、小さい、明るい、コスパいいの3拍子揃ったもので寄り作った結果、エコン TL100 を選択しました。3センチ 33g、 100ルーメンで税抜き3000円という、もう開いた口が閉まらないようなスペックですね。次にロックです。こちらもジャイアント製品で探すとたくさん出てきます。キーロックタイプかダイヤルロックタイプか、ケーブルの長さ太さなど14種類から選べます。子供が鍵を使うことを考えると、キータイプあまり重くない、コイル、バネが強くない、フレームに傷がつきにくいを選定基準としました。本当はブレーキマウントに共締めできるタイプのものを購入したかったのですが、残念ながらエスポ R24 には適用していないということで、フレックスキーケーブルロックのブラックをチョイスしました。今回装着するアイテムたちを見ていきたいと思います。まずはテールライト、レイコン TL100、 100ルーメンのライトですね。あと続いては泥除けということで、みんながよく使っているアスセーバーズを、チョイスいたしました。そして最後にフレックスキーケーブルロックですね、こちらをチョイスしています。はい、じゃあテールライトの方を開封していきたいと思います。まず本体が入っているのと、あとは固定するバンド、充電用のケーブルっていう構成ですね。本体やっぱり3センチぐらいの大きさで非常にコンパクトなんですけど、ちょっとこの充電する用のゴム蓋を取るのが大変でした。ようやく取れました。実際につけてみたいなと思います。発光モードは全5種類ですかね。まず今日は3時間35ルーメン、その次が中5ルーメン、13時間、ローフラッシュで10時間、ハイフラッシュこれが100ルーメンになります。ナイトフラッシュで20ルーメンで6時間、まあ、ちょっともっと買い元戻りますけど、今日中ですね、この5モードが、実装されています。実際にバンドに、取り付けて見てるところです。ちょっとうまく入らない、始めたから硬かったです。あと側面も光る感じなんで、まあありがたいなっていうのはあるんですけど、ただ単にサイドに対向の窓があるだけのような気もしますけれども、ないよりはあった方がいいですね。次は鍵ですね。まあ、鍵を選ぶにあたっていろいろ迷ったんですけど、やっぱり子供なんで力がない分、バネの力が強いようなやつはちょっと避けたいなっていうのと、やっぱりダイヤルだと下の方にあるダイヤルを回して鍵を閉めるっていうのはちょっとなかなか難しそうだなというふうに思ったんで、キーロックタイプのあまりバネの力が強くなさそうで、固定することができる鍵ということでこれを選びました。これのいいところはこのブラケットがあるんで、これをフレームにつけておけば鍵を使わない時にはここにちょいっと、固定をした状態で、置けるので、ここは良かったかなというポイントです。
はい、こんな感じで軽い感じでロックアンロックすることができます。ダイヤルだと結構ねやっぱり興奮できないので、キーロックタイプで良かったなと思いました。はい、実際に取り付けていきたいと思います。まあ、せっかくなんでね、自分の自転車のメンテナンスということで、次男に、取り付け作業を実施してもらいました。まず反射板を取り外しますけど、反射板をつけてる時点でこれだけのサドルの高さですね、ちょっとだけ上げてました。で、レーコンの、リアライトをつけるにあたってもう少しサドルを上げなきゃいけないっていうのがちょっとネックかな。で、向きとしては、この、角度で取り付けると、まあ、きちっと後ろにテールランプとして照射されるんですけど、このリリースレバーが上側に来ちゃうんで、どうしてもこのボルトのところと干渉しちゃって、高さをもうちょっと出さなきゃいけないというのがちょっとネックですかね。で、アスセーバーズの方は、まあ、ちょっときつめですけど、まあ、無事装着することができた感じです。で、鍵なんですけど、鍵普段使わないとき、ロックしてないときはここの位置に、ブランケットで、固定をしてっていう感じで考えてます。なのでまずブラケットを装着をして、で、取り付けたんですけど、なんかあの反対側に出てくるバンドですかね、これタイラップでこういう風に固定したんだけど、これでいいのかな、ちょっとよく分かりません。反対側がこうなっちゃって、ブラケットでこう回して固定させる時のダイヤルとちょっと干渉しちゃうんですよね。ということで一通りの部品を装着してみたのですが、いかがだったでしょうか。もともとの目当てとしては、子供用のバイクはフレームが小さいためかさばらないものをコンパクトに取り付けたいということでした。私の評価としては、テールライトをシートポストに装着する際に取り付けるための高さがどうしても必要となってしまうというところが課題なのかなと思いました。小さいお子さんがサドル全下げしてようやく乗れるっていう場合だと、ちょっとこの運用はおすすめできないかなと思います。純正サドルはカラーリングもフレームとあって良いのですが、ユニクリップ対応のサドルへ交換することで、テールライトとドロー液を装着するという運用の方の方が良かったのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。ノージャイアントノーライフ編では、これからもジャイアントラブを基本成分でお送りいたします。動画の内容が参考になった、動画の内容が面白かったという方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今後もジャイアントに関する情報を発信していきたいと思います。